は、梅崎春夫が1959年に刊行した小説。また、同作を原作とする1960年公開の川島雄三監督による同名の日本映画。東京映画制作、東方配給、モノクロ、上映時間99分、東方スコープ。主人公の砂川ゲーマは、キャバレーのドラマーをしていたが、銀座の七夜、 成金屋の主人と、将棋仲間だったことから、成金屋の婿となる。しかし、義父はすぐに死亡。桂馬は、商売に失敗。赤紙や化粧品のセールスマンとなる。銭湯、八景湯の店主で、手相占い師の日高泥龍子に、婿入り先を近々出る、大金を手にすると占われる。義母と妻が探偵を使って、そこを調査をしたことから、 おでんや、すみれに出入りしていることも責められ、桂馬は喧嘩別れをし、ドヤガの並木並五郎が経営する、ベッドハウスに暮らすことになる。ベッドハウスにいたいたわり、鉄太郎を弟分にしたが、金を持ち逃げされて無一文になる。そのため、桂馬は、カラス森にある、日高泥、龍子の銭湯で、三助をして、暮らすようになる。ところが、桂馬のおじが亡くなり、 9000万円の遺産が入ることになり、それを知った成金屋の一家は、桂馬を探し始める。探されていることを知った桂馬は、逃げようとするが、日高泥隆子が作ろうとしている、信仰宗教、心霊八総会の競争役を頼まれる。日高が辞めた戦闘は、すみれが買い取り、すみれ湯となる。走行ううしているうちに、気がつくと、桂馬将棋を指している最中だった。 ありがとうございます。